1レース、あ、今10レースまでの、あ、2人ともプラスで来てますね。まあ今のレースが全変化になっちゃったんで、はい、日向の方がプラスなんですね。その前のレースで俺結構勝負行って外れたのよ。前出選手インからもしっかり逃げておられまする。杉田選手スタートはばらけてる感じあるよな。松崎選手もそうだよな。ヨッシーがあんまりいい感じではない。さっきもインから負けていた昨日か。なんかむずいけどガチガチで決まりそう。スロー勢で決まりそう。うん、俺もそんな気がする。ってことはボックスの出番かってなってます。おー、なるほど。123ね、はい、いいよね。けどオッズが 5.6 万人。キャー、123 5.6 倍。はい、どうするの。うわ、これは妥協の日向が出ますね。妥協の日向、はい、さもご存知みたいな感じで言いましたけど有名なんですか妥協の日向。いや、私しか知らないと思います。買い目の話ですよ。分かったですよ。それ以外に何を諦めるんですか、それ以外に。いや、なんか人生諦めるのかなと思って。ああ、いや、でも妥協の日向が出ましたご存知みたいな感じだったとしたら、はい、例えば HKT の時もなんかその、あ、そういうわけじゃないです。センター頑張ればセンター取れるかもっていう時も、うん、まあ一回もそういう妥協ですよ。いや、ボートレースの遊ぶ時しか出ない妥協の日向です。おー、まあだからその日妥協の日向を出すしかないのかなっていう。ご存知ね。はい、もうちょっと上がると思うよ。上がりますかね。もうちょっと待ちますね。じゃあ15分前なんで。これさ、逆に考えてくださいよ。逆に123124だけ避けたらまあまあに素敵なお買い物じゃないですか。確かに132も。じゃあもうそこも切っちゃう。じゃあもう売り違いでいいじゃん。124も落ちたから、はい、12刺しの56めっちゃうまい。旨味成分しかない。え、12刺しの56って何通りですか。6点。素敵なお買い物ですね。それをお値段以上に取り、お値段以上に取り。2号店の選手展示タイム 6.91 で、3号店の選手展示タイム 6.86 で、まあそんなそこは差はないじゃないですか。うん、だけどスタートタイミングが 0.9 と 0.3 でちょっと差あるじゃないですか。だから3がまくる頑張ればあるのかなっていう。実力的に3頭とかもありそうですもんね。全然3頭これやっぱ本当に123ボックスありそうだよな。ヨッシーが今節あんまりだしね。ヨッシー、杉田さんがスタートいけてない。でも準優なら行く。そんなことある。普段通りだったら2がへこむんだよ。さっきと同じだ。なるほど、さっき戻ってきた目をそのまま買えばいいんだ。はい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 。俺は多分同じ感じだから。展示タイムの出方も出ました。金額の振り分けは異なるものの買い目的には先ほどと変わってません。まあ、金額がちょっと振り上げ変わってるので書き方は変わってますが、13前と31前の折り返し、13の方を2000円、31の方は1000円、それに21前これを1000円と。展開的にはもう全く同じですね。2がちょっとへこむ形からのまくり差し、まくり届かなかった場合は13がそのまんま、3のプレッシャーに焦って前出選手が早く握れば杉田選手の差しが届くという感じで考えたいと思います。456に関しては出番はあまりなさそうだなと思いながらも、こんだけついてると、そして3が万が一にでも仕掛けてくれたりするとすごいとこに向きそうな気もするので、これで行ってみたいと思います。私は123ボックスで500円にしたんですけど、うん、123だけオッズが低かったんで123に重ねて500円、1つプラスで買います。はい、もうそれ以上考えると頭がパンクしそうだったんで、もうこれでいきます。さあ
11レースでございます、はい、先ほどね出鼻くじかれた感あるそうですねフライングでしたけれども丸々11レースの船券に生まれ変わりました。私もです。丸々生まれ変わりました。何点ですか？12点です。だいたいそれぐらいなんですね。私それがないからあんまりどでかいの取れないんですよね。やっぱ本線なんです多分私。うん、だ無理してそうなんか人の真似することはないし。いやでもアナ党になりたいんですよ。じゃあもうアナ党になるような予想の仕方をしなきゃいけないんじゃない？いや内山くんについてさそろーまあ3がちょっと出てはいるけどもな。あまくりきれはしない。また4が刺さっちゃってるわ。ヨッシーだ。刺さっちゃってる。刺さっちゃってる。あ、でもなんかこれ。あ、14までは戻ってくるけど14はない。うわー、これ不意違いのうまみちゃんじゃないの。145、146。ブロック。ここは違いや。でもハイパーうまみちゃんだったかな。ヨッシーが今節良くなかったから。あーでも1456もある程度んこれじゃないの。これだ。うまみちゃんですか。マジか。大激戦ということになりましたが、道中見事な逆転劇。1号艇前でたすきが先頭、3周1マークから向こう上。いやーやっぱヨッシーを舐めすぎたな。あわや頭だもんな。今も追い回してるもん。また差を詰めてくる。5号艇竹越3番手、1番4番手。ヨッシーすごいな。ねじ込もうとするか。絞っていった1号艇前でたすき、ラストコーナーこれあるぞ。逆転内をつく4号艇吉川貴人追い上げますが、さすがに無理か。上位体系1番4番5番で11年下げた。下げた。いやしかも言ってもらってたのに。うちがいいじゃん。結局俺も言って買ってないからそんなもんなんですよ我々っていうのは。我々のようなもんにはやっぱ買えないんですよ。よし最後ちょっと気合い入れて、はい、頑張ろう。頑張ります。さあ12レース最後ですよ。はい。いくら負けてんでしたっけ。ウイさんが5700円マイナスで、ひなたさんが9850円。じゃあもうしっかり守れば。いや守りたいです。ファンタジックな解明は見つかるかな。松尾孝明いるじゃねえか。松尾孝明選手好きなんですか。あ、逆ですね。え、高明松尾さん。まあそうですね。松尾高明選手が、はい、ボートレーサーの中で、はい、一番のウイチファンだと言っていますよ、というのをその昔聞かされたことがあります。すごいいいな。だから松尾孝明いるじゃねえかって言った時に好きなんですかって言われたから。あ、逆ですね。その逆です。なるほど。急にパッパラペッペッペラレレレ高明松尾みたいになっちゃった。なるほど。それだったら理解できました。まあそういう風に言ってもらってほら悪い気はしないじゃないですか。え、嬉しいですよね。でそこからこう注目するようになって、うん、活躍すんなみたいな。さあ僕は、松尾孝明選手その別に めっちゃタイム出てたぞ。最近俺このタイムによくやられんのよ。誰が出てたんですか。松尾孝明6秒69。うわ、しかもスタートも、スタートもめっちゃいい感じですよ。佐藤岡さんほんで出てねえのよ。でもってスタテンで小池のキミーがへこんだのよ。めちゃくちゃ行きそうな雰囲気あるぜ。小池のキミーは少なくとも上行くだろう。これやめよう。
ちなみに1回だけずるいから見せといていい？はい。買おうと思ってたんだよって言えるように1324と1423で合計6万円を入れようと思ってたんですが、松尾隆明選手の展示タイムが出ていること、3号艇小池選手のスタートがちょっとここ3走ぐらいかなり遅いこと、展示も同じぐらい遅かったことを踏まえまして、4が寄せていく展開にシフトしてきました。一気に飲み込めるまではちょっといけないんじゃないかとは思ってますので、はい、14止まりにはなるのですが、めっちゃ勝負したい。これはお最終レースですし、ここまで5000円負けいいじゃないですか。思いっきりいきましょう。はい、1423各1万円、1456各5000円、そして15前を各5000円です。156が刺さると、まあ80万近くにはなるという激アツ物件です。まあ、さっき言ったように4号艇の松尾選手の内側にいる小池選手のスタートがここを何回か行けてない、1234みたいになって、4がこう行くとやっぱ5に展開が出るできるというところが一つと、そうは言っても北川選手の足がかなり良さそうなんで、外を思いっきり回っても2頭止まりなのではという予想にしてみました。私は4頭のレースがすごく好きなんですよ、うん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 、レースの中でここは4頭出ました。4頭を狙える日が来たんじゃないかっていうふうに私はその今の展示集会のデータ、展示集会それも高明松尾みたいな展示集会ペンペーレーみたいな集会展示です。集会展示松尾さん出てたんで、うん、これあるんじゃないかみたいな。だけどウイチさんがまくれるまではないんじゃないかって言ってたじゃないですか、うん、ってなった時にそれこういくと思うんですね、うんうんうん、でこうで、あでも、うんうんうん、あやばいまくれないまくれないどうしようどうしようみたいになった時に、うん、やばいやばいやばいってなって ここでしたっけ。まあ基本的にはこうなってて2は差しに向けるからこうだよね。あこうですね。でうわいけねえわってなった時にこれはないですか。すごく上手い人だとごく稀にあります、はい、池田浩二選手とかよくやるね。途中までもうまくりに行くと見せかけて見せかけての刺すみたいな、1が行くところをパッと緩めてブーンっていったとこをうまいこと刺すっていう、刺しうまではなく、うん、ではなくということはないですかって聞かれたからあるとではなくではなく、まあ4まくりきれないでこうなった時に、うん、まあ14、うん、でそこにちゃんとついてってたら5が3着、まあ2と3着争いとかしたりして、まあ3はもう遅れちゃってるんで、まあ後ろ行ってみたいな感じもあるのかなと思ったんですけど、やっぱ4のまくり差し決まった展開を私は期待したいなって思ったんで、はい、でその解明ですね。それさちょっとカメラさんに見せてあげて。どうぞ。これはどういうことなの？これは4の152125っていうのはどういうあれなのかな。確かに。125125でいいじゃんってことですよね。多分私の考えなんで分かったんですけど、4行ったら1行くな5行くなってその自分が思った順番通りに書いちゃって、1行くな5行くな2行くなって書いちゃってこっちで125みたいな。たまにあるんですよ解説の方だとこっちの方がありそうっていうのは順番に来るから。はい1の24の2345で500円ずつと4の125125で100円ずつで、トータルでいくらなんですか。3500円ですよね。3600円か。3600円分使います。よしじゃあ最後買いこう。はい、緊張の一戦だ。うわ風結構吹いてますね。追い風、この追い風の中行ったら流れてすっ飛んでいくんじゃないか。そうすると5のまくり差しどうだろう。着取り展開しっかり捉えるか。第12レース3つ、あ4行ってない。1番2番3番あーダメだ、終わった、全然終わった、もう全然終わりました。佐藤岡3号から3号艇小池君雄です。先に回る1号艇佐藤岡に刺した2号艇、あ4にはなるか。まくるのは
艇小池君を内から4号艇松尾隆明ですが、無理か、早くもリードを取る。伸びてきてももう届かないんじゃないかな。これ先に回って2に刺されての1、2、4か。第12レース準優勝戦はスタート正常です。一周にマーク丁寧に、はい、1号艇佐藤か潜り込んで4号艇松尾が2番手、1、2、3か4、号艇北川太一ががっちりと2番手を、松尾頑張ってくれよ。4がいいな。1、2、3も1、2、4もあんの？あります。2周目に入っています。その間に前に選手は1番、2番の体勢、3番手から最短コース回って4がいいな。2号艇北川太一がかわしていく、打ちをついた4号艇4がいいな。だったらこれはしんどいって。ここまでなんかいい感じで来といて、そんな安いところ。いや、それはそうです。もうどうにもならんよね。これはどうにもならんわ。夢ばっかり追ってしまったな。北川さんの足は良かった。最後の最後にめちゃくちゃ安いとこですね。でもしっかり当ててるもん、はい、これで今日もプラ格でしたし。え、でもガミリンチョですよね。ガミ関係ないじゃないですか、あなた。前回のガマ合理分を取り戻した額をキープした上で使ってるんだから、当たった分がさらに今日のプラスに上乗せになるんですよ。じゃあラッキー。お見事。お見事。前回の分を取り戻しましたね。はい、完璧に。今日はそういう目標だったんですよ。前回の分を取り戻すのが最善策なんで、よかったです。次回はナイターでございます。お、ナイター、ボートレース丸亀に行きたいと。丸亀、丸亀何県でしたっけ。さあ何県でしょう。あ、わかった。茨城県、栃木か茨城のどっちか。うんうんうん、もう全然外れ。飛行機乗るのよあなた。え、飛行機乗れるんですか。四国です。ああ、うどん県に飛びます。香川。そう、香川県は丸亀にて、はい、第5回予定しておりますので、はい、また次回ぜひお楽しみに。ということで今回この辺でお別れです。はい、さよなら。バイバイ。今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また見てね。